どうも皆さんんんおはこんばんにちはこばですキックいよいよ最終章の方に入っていきたいと思います。はい、というわけでですね、えー、何週間にわたってお送りしてきた「まあ、キックの徹底攻略」シリーズなんですけれども、まあ、今週で一段落になるかもしれないです。まあ、もしかしたらもうあと何週か、まあ、ポイント動画みたいなのを作っていくかもしれないんですけれども、まあ、今日のところで、まあ、一旦 そうですすね一段落といった形になりますで早速中身入っていこうと思うんですけれども、まあ、キックですね、まあ、今までずっと散々やってきたことっていうのは自分の体の近いところから順番に遠いところに向かって力を伝えていきましょうっていうのをやっていただきましたでそれをまずは両足同時にやってもらってそれができたら片足ずつ、まあ、バタ足ですよね こちらの方にまあ移行していくとで人間ってどうしてもこうね両手とか両足とかを同時に動かしたりする方が比較的簡単でそれを左右別々にやるとかってなると、まあ、ちょっと難しく感じてしまったり動きがうまくできなかったりするということがあるので、まあ、両手両足揃ってまあやってしまうということが、まあ、ある意味ではまあ一番近道。 まあ効果的にややりやすい方法ではあるんでですよねで、まあ、先週ついにバタ足をまずまあ腰掛けキックとあと壁キックかこの2つでやってもらったので、まあ、今週はいよいよね、まあ、実際に泳いでいくという方に入っていこうと思います。で、まあ、まず映像をご覧いただきたいんですけれども、まあ、僕がねその板を持って、まあ、バタ足を とはまだ呼べないような動きをしていますが、こちらはまあ、前回同様ね。まあ、3つのステップの動きまあ、膝まあ、膝を落として足の甲で蹴り込んで,で足引き上げてくるっていう。この3つのステップをえー、まあ、板を持った状態で一つずつ確認しているという状態がこちらの映像になります。で、ご覧いただいてわかる通りまあ、僕もこれあの沈まないようにめちゃめちゃ必死。 なので、ま沈んでしまうことということに関しては、まあ,あまり気にしなくてもいいかなと思います。まあ、なぜならま僕もめちゃめちゃ沈みそうで、結構バランス取るのが大変だったからです。なので、まあ、動作の方に集中してもらって、足がこう沈んできてしまってね。ちょっと我慢できないくらいになってきたら、もう床に足ついてしまってもいいかなと思います。で、こちらの方の確認ができましたら、まあ実際にまずはね。ゆっくり。 左右の足を交互に動かしていきますでこれまた、まあ、前回のビデオで紹介しましたけれどもだいたい2拍子くらいの感覚でやってもらえるといいかなとはい1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2 といった具合に、まあ、左右の足をね交互にゆっくりとまずは制御しながら動かしていきますでこの段階でも板を持ってるとかなり足沈もうとするので、まあ、こちらもそんなに回数たくさん反復するというよりかは、まあ、動作チェックぐらいの感じにしていただくか、まあ、もしくは場合によってはうつ伏せで やっていいただくという形になりますで一応うつ伏せバージョンもゆっくりやってるの少しね乗せておくので、まあ、そちらの映像もね見ていただければいいかなと思うんですがはいうつ伏せの状態で顔を突っ伏してね水の中につけてやってしまった方が、まあ、体の、まあ、水平はキープしやすいので、まあ、そこはそうですね、まあ、ご自身の。 まあ柔軟性ですとかあとかあは目的目的って言っても息吸える状態で足を動かすかっていうのと、まあ、顔を突っ伏した状態で、えー、息は吸えないけど、まあ、体の水平をキープしやすい状態でやるのかくらいしかないんですが、まあ、ここの2つをですねまあ基本ゆっくり動く時っていうのは、まあ、動作も大きくなりやすいです。 まバランス取るためだったりもするのでまあ、そこに関してはまあ、そんなにこう最初からゆっくりの動きの中で動作を小さくやろうとするのはまあ、初心者の方はちょっとや,やめた方がいいんじゃないのかなというふうには思いますめちゃめちゃ難しいのではいで こ,れここまでの動作っていうのがきちんとできるようになったら、まあ、少しずつ動作のテンポを上げていきますで動作のテンポをね上げようとする時は、まあ、これ、まあ、前回とか、まあ、前々回とかから、まあ、ずっと言ってますけれどもあんまり動作を考えすぎないこと。 はい、いまあ、練習した動きをね。まあ、そのままスムースに速くしていくだけなので、まあ、本当にま表現の仕方がに困ります。けれども、あんま難しいこと考えないで、さーっとやっちゃうのがいいです。はい、あんまり自分の頭の中で、次はこの足をこれぐらい曲げて。それから。 これぐらいの強さで蹴り込んでとかその時反対の足はこうやってみたいな感じでこうあんまり文章化して考えると動作がガチガチになりやすいのでピッチを上げていこうとするときっていうのはもう本当にもうただやるだけ <laughs> ただやるだけが一番です動きのイメージは先に頭の中で作っておいてもうスタートしたらもう難しいことは考えずにねもうただやるっていうのがこれ結構大事なんですまあ ななかなか難しいんですけどねどうしても、ま、考えたくなってしまうんですがあんままり考えないいのをおす,すめしますはい、で板持って、まバ,ま、バター足ねやってると思うんですが、ま、このバタ足もこれぐらいのテンポ感になってくると、ま、多分皆さんがよく見る感じの、ま、水泳選手元水泳選手の人たちも含めた、ま、スイマーって言われる人たちですよねこういう人たちが、ま、やってるような、ま、感じのキックになって 来てるんじゃなないいかなと思いますでバタフライキックの時にも話しましたけれども、まあ、ピッチを速くしようとすればするほど、まあ、振り幅は小さくしていかなければうまくいかないですから、まあ、動きのねそのストロークが大きいとピッチを上げるっていうことができませんから基本早く動こうとすればするほど動きはコンパクトに収束していくという、えーまあ、性質があると言ったらいいのかどうなのか、まあ、そうなりやすいです。 なのでバタ足もポイントを抑えた上でピッチを上げていけばまあ、今皆さんがあのご覧になっている映像くらいのまあ、蹴り幅ぐらいにはなるんですよね、うん、なのでまず基礎的なポイントを抑えた上でそれからピッチを上げていこうとするとき、まあ、ピッチを上げていくってなっていくとどちらかというとその競技志向の話に ななってくるわけけんですけれども、はいまあ、早く泳ぐってこうフィットネスクラブでただ気持ちよく泳ぎたい人に早く泳ぐ動作は、まあ、あんまり使わないじゃないですか <laughs> あんまり使わないじゃないですか。なのでその競技志向になっていけばいくほどちょっとこう早く泳ぐみたいな方向にねこうシフトしていくわけなんですが、まあ、ご覧いただいて分かる通りある程度 ピッチが速くなってきた段階でその蹴り幅とかあ膝の曲がり具合とかそういったところっていうのはまあコンパクトにしていかないとそもそもピッチが上がらないっていうのもありますしそれから考えればいいです最初のうちはね。 なので最初から動作を覚えようとする段階のうちで小さく蹴ろうとか膝曲げないように蹴ろうとかっていうのは、まあ、個人的にはあんまりお勧めしないです。なのでまず最初は着実に動きを作ってもらってそこからだんだんピッチを上げていくっていう方向でやっていただくことを個人的にはお勧めいたします。はいというわけで。 キックのシリーズね。まあ、なかなか、まあ、ここまで丁寧に解説する機会も、まあ、レッスンやってる人にはねよくするんですけれども、まあんまりこう YouTube 上ではやったことがなかったのでまあ4週ぐらい時間かけましたけれども。 はい、キックのまあ苦手意識っていうのはね、まあ、もちろんその足首硬いとかあとまあバタ足に関してはまあ板持つ時のねこの脇の柔軟性が足りないとか、まあ、そういう要素もね実際問題あるんですけれども動きのまあ質感というか、まあ、そういうのをまず覚えていただいてで足首硬いなって思う人はまあ足首周りのまあストレッチを一生懸命やっていただくとか。 板を持つのがしんどいなっていう方は、まあ、脇回りとか胸回りのストレッチをよくやってもらうとか、まあ、そういった感じでね、あのー、動きの基本的な部分を覚え,覚えた上でここが足りないからこうしようっていうなんか肉付けをねしていってあげるといいんじゃないかなと思いますので、まあ、是非ね今回の、まあ、キックのエピソードをご覧になっていただいて、まあ、苦手意識を持ってる人が少しでも減ればいいかなと思います。はい まあ、しんどいんですけどね、バタ足ね。<laughs> はいというわけで、今回のエピソードはここまでになります。最後までご覧になってくださり、本当にありがとうございました。えー、僕の日本選手権兼東京オリンピック選考会のまあレースは、まあ来週の金曜日が僕のレースの日になるので、はい、まあ、頑張ってきます。<laughs> はい、皆さんもちょっと練習頑張ってみてください。 というわけで、次のエピソードでお会いいたしましょう。ありがとうございました。See you next time.